はい、夢です。こんにちは、どうもどうも。はい、今日はですね、ニュース記事の解説になります。はい、さっきニュースを見てたらですね、なんと上海ディズニーランドがいよいよ再開するとの、はい、そういうニュースが入ってきました。はい、これね、ニュースを見ると5月の11日から再開と。いやー、これはいいニュース、嬉しいニュースじゃないですか。まずは、ね、やっぱ思いましたよ。今世界中のディズニーパークが全てクローズしてるので、やっとね、再開って見えてきたんで、なんか一部ではね、年内の再開は厳しいとかですね、いろいろやっぱりね、あの不安というかね、将来見えないな、どうなるんだろうって、こう出口の見えないトンネルのような雰囲気だったんですけども、5月の11日から再開ということで、こう前向きに捉えたいと思います。まあ、ただですね、このヤフーコメント、まあ、俺もね、ヤフーニュースで知ったんですけど、ヤフーコメントなんか見るとですね、やっぱね、大丈夫かよとかですね、やっぱね、それでもやっぱり、もともとね、今回のウイルスって、ね、中国から発症だから、スタートだから、やっぱりね、怖くていけないっていう人もね、いたと思うし、だからね、大丈夫かよってね、やっぱ心配するようなね、意見とかもありましたけど、まあ、俺は前向きにですね、これは、いいことだな、一歩前進っていうふうに、まずは思いました。ただこれね、5月の11日からもうフルオープンではなくて、やはり、まあ、かなり厳しいというか、制限のある、まあ、オープン再開っていう感じですね。はい。で、これね、フルオープンではなく、どれぐらい制限かかってるのかっていうのをですね、これから具体的に紹介していこうと思います。はい、まず上海ディズニーなんですけども、実は3月の上旬から一部のエリアを再開なんていう風にニュース出てましたよね。これはご存知の方いるかもしれませんけども、実はこれ3月上旬一部再開っていうのは、これ日本で言うと、まあ、ホテルとエクスピアリーですね、そういうパークの外の近隣のショッピングモールとかショッピングアーケードは、まあ、再開してたってことなんで、これね、日本流に言うと、東京ディズニーリゾート一部再開、おーって蓋開けてみたらエクスピアリでしたみたいな、まあ、例えて言うならそんな感じで、なのでパークの本体そのものは、まあ、引き続きというか3月上旬以降もずっと実はクローズ休園してました。で、これが5月の11日からパークの方もオープンになるっていうことですね。はい。ただこれですね、結構厳しくて、まずですね、チケットの当日販売はなしで、必ず全員事前予約とのことです。で、年間パスポート持ってても必ずホームページなので事前予約が必要とのことです。で、チケットの当日窓口販売しないとのことですので、はい、これね、かなり入場者制限してかなり少なめで運営すると思われます。年パス持っててもダメってすごいよね。まあ、なので一言で言うと、まあ、入場者数を抑えながらの再開ってことですよね。はい。それでこれね、やっぱそのショーとかパレードとかアトラクションとかね、レストランとかは、まあ、当然ですね、このソーシャルディスタンスっていうことで、例えばそのアトラクションの queue、要は列ね、列なんかでもこうちゃんと距離を取ってね、開けるようにっていう指示があったりとか、あとは一部のエリアとかアトラクションも、まあ、クローズしたままだったりとか、まあ、そういう処置が施されているそうです。で、ショーとかパレードやグリなんかもかなり制限があるようですね。これね、リリースを見るとですね、昼のショー、夜のショー、いわゆるレギュラーショーはですね、どうやら公演されないみたいですね。はい。その代わりキャラが登場する簡易的なショーなんかが1日数回開催されるっぽいですね。それでキャラクターグリーティングなんかもね、ツーショットなんかはやっぱ撮れないみたいですね。なので日本でも前に軽く導入されたいわゆるお手振りグリですね。わかります？なんかあのミニパレードみたいな、そういうですね、あの行進みたいな、おそらくそういう感じになって、近距離とかですね、触れ合ったりとか、はい、そういうのはおそらくないような感じですね。はい。それでですね、 WeChat って言っていわゆる中国版の LINE ですね。中国では LINE がなくて WeChat っていうのがあるんですけど、この WeChat の上でですね、なんか上海ディズニーランド着々と受け入れ体制整ってますみたいな簡単なですね、プロモーションビデオがどうやら公式から発表されたようですので、こちらもちょっとですね、 WeChat の映像をちょっと見てみましょう。どうぞ。
はい、こちら WeChat いかがでしょうか。これかなりなんか頑張ってるというか期待値上がるというか、はい、パークの方もですね、皆さん楽しんでもらえるように頑張ってますみたいな、そういうのが伝わってきて、はい、俺的にはかなり好印象って感じですね。はい、それで上海がこのようになってますので、おそらく上海でやってみて、でちょっとうまくいったらですね、おそらくそのアナハイム、フロリダ、パリ、香港のこの直営パーク同様な感じでおそらくやっていくと思われます。一番気になるのは日本ですよね。この東京が一体どうなるかなんですけども、これはね、俺が動画で何回か出してる通り、やはり世界のディズニーパークはそうであっても、やっぱり日本はですね、千葉とかね、東京とかの小中学校の臨時休校の解除、おそらくこの辺に合わせてくると思います。なのでまあちょっとこれね、あの政府や自治体がどう考えてるかっていう、そこにも絡んでくると思うので、まだ現段階ではまあ5月下手したら6月もまだまだ休園かなって感じがしてます。はい、以上上海ディズニーランド再開のニュースでした。はい、じゃあ失礼します。